MF ゴーストは、シゲノ周一による日本の漫画作品。シゲノの過去作、頭文字 D と同じく、実在する行動でのレースを題材とした自動車漫画。シゲノが過去に連載していた、頭文字 D と同じく、実在する行動でのレースを題材とした自動車漫画。頭文字 D の作中年代から約15年後、ガソリンエンジンなどの内燃機関自動車が、 製造中止となり、電気自動車や燃料電池自動車が主流となったという、想定の近未来が舞台で、頭文字 D の行動最速伝説にちなんだ新行動最速伝説をキャッチコピーにしている。2021年5月時点における単行本の累計発行部数は270万部を突破している。主人公が馬力の低い車でライバル車たちと渡り合う、という、 頭文字 D のコンセプトを引き継いでおり、頭文字 D の主人公、藤原匠の愛車、トヨタ AE86 のコンセプトを受け継ぐ、トヨタ86を主人公の愛車に設定している。匠をはじめとする頭文字 D の登場人物たちは年齢を重ねた、姿で登場、あるいは名前や経歴が作中で言及される。シ野は頭文字 D でできなかったこと、 やり残したことを全部やりたいと語っている。なお、シゲノの連載作品は本作より作画がフルデジタル化されている。一般行動でのレースを題材としているが、道路を完全なクローズドコースとした合法のレースイベントで一般人のコース周辺への立ち入りは禁止されている。レース車両をドローンが追尾して撮影した映像を全世界に有料配信している。また、 日本国産車に限定されていた頭文字 D と違って、作中にはフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェなどといった日本国外メーカーも登場する。セガインタラクティブによるレースゲーム、頭文字 D アーケードステージゼロでは、本作とのコラボレーション企画として、主人公の愛車であるマフゴスト 86GT 片切りなつむき仕様が収録され、 バージョン2では同じく本作に登場するマフゴスと GTR ニスも相場窓化仕様と開幕戦のコースをモチーフとした小田原も収録された。バンダイナムコエンターテインメントによるソーシャルアプリドリフトスピリッツでは頭文字 D と合わせて本作とのコラボレーションイベントが2019年12月から2020年2月に行われた。 2020年7月には、タカラトミーの自動車玩具、トミカで主人公の愛車、トヨタ86が製品化された。トミカは単行本特典として製品化されており、一般販売はこれが初めてである。202X 年、化石燃料を動力源とする自動車は、世界中で生産中止となり、それに代わって自動運転システムを搭載した。 電気自動車や燃料電池自動車が普及していた。そんな中、今や絶滅危惧種とも言える内燃機関を搭載したスポーツカーを用い、行動をクローズドコースとして行われるカーレース MFG が日本で開催され、世界の多くの人々を熱狂させていた。その MFG に参戦するため、英国のレーシングスクールをトップの成績で卒業した19歳の 天才ドライバー、カナタ・リビントンが来日してくる。カナタは MFG 参戦に加えて行方不明になっている日本人の父、片桐健を探すという目的を持っていた。カナタは亡き母の友人である西ン寺夫妻の家に下宿し、父の姓を名乗り、片桐カナタの名前で選手登録をすることで自身の存在を内外にアピールし、西ン寺夫妻の友人、 大型から提供されたトヨタ86で出走する。超高級スーパーカーが上位ランクに名を連ねる中、スペックが圧倒的に不利な86を借りながらも、ィ15と呼ばれる上位15位のポイントランカーに迫る階層を見せつける。そんな彼方を鍛えたのは、伝説的な腕前を持ちながらも、事故でプロを引退した、悲運のラリースと藤原拓海であった。 彼を知る MFG のスタッフや同世代の元走り屋たちも彼方に注目する中、MFG に新たな旋風が巻き起ころうとしていた。年間レース数は前後戦。第3戦と第4戦の間の8月にはサマーブレイクと称される休養期間が設けられている。年間表彰式及びパーティーは11月下旬に帝国ホテルで開催される。翌年以降、 レースの規模の拡大が予定されており、判明している限りでは、以下のような変更があるとされる。カナタ搭乗者と同型の86アイバマドカ、搭乗者と同型の GTR ニスも、ありがとうございます。